人類が現れるずっと前、太古の地球に存在していたという恐竜たち。肉を食べるもの、植物を食べるもの、様々な恐竜たちが地球に溢れ、君臨していた世界。それは想像を絶する弱肉強食の時代だったに違いない。ガチャアクションザ・恐竜、遥かなる時代ということで、ティラノサウルス、アロサウルス、ブラキオサウルス、ステゴサウルスがラインナップだったね。いやー嬉しいね、ティラノがいる。ティラノとアロのコンビネーションが最高だよね。まずこの表でできるやで、重てえな、ステゴサウルス。ステゴ装飾の、今回装飾枠がね、ステゴとブラキオだから。そのうちの一種のステゴサウルスを出して、可動がね、このシリーズすごいからね、可動が。ダーディボーディ。でかいなー。特徴的なこのね、体温調節とか、まあ、武器にももちろんなっただろうけど、体温調節でね、使われていたというこの盤ね、すごいかっこいいよね、この板がね。トゲトゲ、いやなんか草食恐竜ってさ、トゲトゲがあるやつ多くてかっこいいよな。肉食にもさ、まあ、カルノとかちょっと角みたいなやつついてるのもあるけどさ、ティラノサウルスにさ、なんか、でけえトゲトゲとかあったらかっこいい、もっとかっこよかったな。きっと、まあ、草食はまあ肉食から身を守るためにトゲトゲになったんだろうね、きっとね。もう簡単に食われないようにさ、トゲで身を守るっていうね。だからさ、ステゴサウルスだってさ、まあ、ステゴサウルスはずっとバカ恐竜って言われてきたけどさ、脳がめっちゃちっちゃいと。だからバカなんだと。これね、このちっちゃい、頭ちっちゃい、脳がね、ちっちゃいって。うわぁ、でも顔なんか作り込まれてるね、このステゴサウルスね。かっこいいわ。でもこのフォルミーがマジ大好き。ステゴサウルス。で、尻尾のね、この先っぽ、トゲトゲだろ、ほら。トゲトゲ、これでも買ってくれ、トゲがね。ティラノサウルスもこういうトゲ尻尾とかついてたらさ、もちろん武器として、あ、でも、牙だけ十分なんかね。強力な顎の力。口は稼働しないね、足と尻尾だけが稼働するのが。これが、ステゴサウルス。かっこいいなぁ。重量感があっていいんだよね、このシリーズね、ガチャね。稼働もするしね。各部稼働のアクションフィギュア。首、足を動かせるという、あ、首もいけるね。で、これがステゴサウルスであると。体長約7メートル。中生代ジュラ紀後期約1億5500万から1億5000万年前。やーべえ。1億万年前、どういうことなんだろうね。いやー、まあ、でも、まあ、しょうがねえよな。俺らの寿命なんて短いもんだからな。せめてさ、俺らも1000年生きたくない？100年とかマジ短くて死にたくないよな。まだまだ楽しいことたくさん、しかもさ、人類がさ、この先どういう風になっていくとかも見たいしさ、パソコンとかどんな進化遂げていくとかも見たいしさ、やだよね。しかも死ぬ間際にさ、見たいアニメとか漫画まだ最終回迎えてなかったらさ、もうね、96歳ぐらいだとさ、やばい死ぬってなってさ、ただまだ完結が、もしワンピース終わってなくてさ、ワンピース読みたいみたいな。まあそれワンピースはないけどね、ワンピースは絶対終わってるけど、そんな感じのね、アニメが、漫画とかだったらきついよな。いやー、それで北米大陸などに存在しているようだと、植物を食べる恐竜で背中には特徴的な、これ、ね、骨質の板が並んでいたと。で、争う時には棘のある、を使っていたのに、死ぬの絶対使ってたよな、これな。なんか、あるらしいよね。トリケラトプスの角がさ、刺さってるティラノサウルスのなんかこう、骨の化石とかなんか、そういうのもあるらしいからさ、ステゴサウルスの尻尾ぶっ刺さってるさ、ティラノの首とかもなんかあるかもしんないよね。うおー、すげえ、装飾なのに、ティラノとか、こいつの、いや、なんか、フォルビーがなんかね、ラプトルをでかくしたみたいな感じの、なんかもう、肉を食う。クラウンみたいな感じのフォルビーだもんな、こいつらな。で、次がまた装飾枠のね、なんかね、今回のブラキの色がグリーンなんだ。イメージ的にはさ、なんか青いイメージなんだけど、俺的には。勝手なイメージなんだけどね。本物の色なんてわかんないもんな、だってな。タイムテレビとかがあれば、いや、でけえ。ブラキオサウルス、超でかいからな。ブラキオサウルスのさ、特徴的なさ、やっぱ体の部位といえばさ、これだね。大抵はさ、この前足は後ろ足が短いのだが、ブラキオサウルスはね、前足の方が長いというね、前足の方が太くて屈強で長いという、この珍しいさ、フォルミーしてるっていうのが面白いね。あれ、ちょっと待てよ。でもね、あれちょっとでも、場所的に入んないんだよね。これ場所ここだ、ほら、場所こうじゃないもんな。あれでもね、しかしながらね、
これ間違ってるわ、ブラキオサウルス。ブラキオサウルスはね、あの後ろ足が前足の方が長いか、絶対に。これだとね、後ろ足の方が長くなるんだよ。え、これ間違ってるだろ。ブラキオサウルスは絶対に前足の方がね長いから、前足がこうだとしたらこれより短くないとダメなんだけど、後ろ足の方が長くなってる、これほら。いや、これ絶対間違いだよ、これ。あのブラキオサウルスの骨格は絶対に前足の方が長いから、これちょっと間違ってんな。マジでか。そういうパーティー。でも顔はね、ほらかっこいい、顔見て。で、ここがね、あの鼻の穴なんでね、ここにあるのがね、鼻の穴なんでね、この頭のとんがり鼻、ここにありそうな気がする。ここがね、鼻の穴なんでね、ブラキオサウルスの特徴的な体の V2 ということで。いや、なんか顔かっこいいな、なんか凛々しいね、今回のブラキオサウルスね。首が稼働して、足納得いかんけどな、やっぱな、足絶対前足の方が長いはずだから、これちょっと納得いきませんが、とりあえずブラキオサウルスね、でかくてかっこいいな。画像で見た通りのこの首の長さで、いいね、迫力あるわ。中生代ジュラ紀の後期、約1億5400万から約1億5300万年前。すげえ、ほんと読むたびに震えるよね。1億か。いや、寿命1億年どころだったらな、マジで短いような寿命な存在したと考えられている。体の高さは約15メートルだからね。長さは約25メートルに及ぶ巨大な生き物であると。今回のダブル草食恐竜だね、植物食恐竜ということで、ステゴサウルスでブラキオサウルス。いや、ブラキオはちょっとな、納得いかんけど、ここな、後ろ足の方が長くなってるから。しかし置いてみるとかっこいいんだよね、迫力あってね、首が長くて。うわー、体の長さに対してのあの首の長さがかっこいいよね、ブラキオサウルスね。めちゃめちゃこいつでかすぎるからさ、そんな遂げなくても OK みたいな。ティラノぐらいだったらさ、体重でぶっ飛ばせそうだよね、こんだけでかかったらね。で、次からが肉食で、待ちに待っていた肉食だぜ。やっぱ俺肉食、あ、でもアマルガサウルスとかね、すごいかっこいいの多いからさ、草食、トゲボリ好きなの多いの、やっぱ肉食だよな。肉食恐竜やっぱナンバーワンじゃない、かっこいいよな。すげえ、アロサウルスゲット降臨でんだぜ。なんか色もなんかかっこいいよね、アロサウルスのね、今回のこの色。うわー、見て、ここ俺のすげえ好きな部位、恐竜の、肉食恐竜のこのさ、筋肉質な、いいね、足、後ろ足がでけんだよな、ジュー、これこの筋肉質なボディたまらんくない。ちなみにアロサウルスのね、アロサウルスの意味はね、異なるトカゲっていう意味で、あの和名もね、あの異なる竜って書いてイリュウって言うんだよね。異なるトカゲって書いて、うわ、足がで、顔面がつきますよ。いや、まあね、もちろん、肉食だからね。肉食がさ、口動かんだから納得いかない。ギャー、おー、かっこいい、アロサウルス。すげえかっこいいな。やはり肉食恐竜は迫力あるよな。しかも、こんなでかいフィギュアでゲットできるっていうのがさ、すげえ嬉しいよね。アロサウルス。ティラノサウルスが生きていた時代よりさらに前の中生代ジュラ紀の後期、約1億、5500万から1億5000万年前に北米大陸などに存在していたと考えられている。肉食性で、前足には3本の指を持つと、約8メートルから10メートルほどの大きさだったと思われると。すげえかっこいいな、アロサウルスな。異なる、いやもうトカゲ、異なったトカゲだからね、異なるトカゲ、イリュー。他のね、恐竜とね、あの骨のね、特徴が違う、あ、もちろん、ね、違った、特徴があってから、この異なるトカゲって名前にもなったんだけど、名前もかっこいいよ、なんかね。他と違うぞっていうさ、名前、あ、やべ、倒れた。名前がなんかすげえ、名前も好き、かっこいいよな。そしてお次が、最後の、ダデューやっぱ肉食恐竜の代表といえば、ティラノサウルスだよな。まあ、俺スピノサウルスの方が好きなんだけど、いやでもティラノもかっこいいよな。この前のさ、あの、ティラ噛んで爆発させるティラノサウルス、あれやばかったよな。でも色、あのアロサウルスの方がいいな、今回色あるのがかっこよくない、アロサウルス。今回ティラノサウルスの色、この何色っつうんだろうね、これね、なんか地味な色になってるけど、でやっぱティラノだからな、顔面のさ、あの顎のデカさが重要だからさ。おー、顔面がティラノサウルスだわ。この顔面が煽ってくるような顔面がティラノサウルスですね。で、あのティラノ、あっちの色の方が良かったな。
赤いやつガーン、ティラノサウルスになると、この特徴的なゴソンガフェイス、大顎の顎の力がね半端なく強いんだよね。体もうちょっと頭でかくても良かったんじゃないかな。体に対してのね、頭の大きさすごいでかいんだよね。やっぱ噛む力に特化してるからさ、顎はでかいと頭はでかいと、で前足の小ささはまあこれぐらいでいいよね。すごいもう極端に小さい前足があるんだよね、ティラノサウルスにはね。ただ肩を200キロも余裕で持ち上げることの、まあ体がでかいからな。そうだよね、こんな細腕でもさ、この体に対しての細腕でも俺らと比べたらかなりでかいからな。いやーかっこいいな、これぞキングだわ。キングオブダイナソーって感じがするよね。恐竜の王様である、ドーン、かっこいい、ドッ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 と迫ってる感じ、すげえかっこいいわ。これがね、今回のこのティラノサウルスであるということで、めちゃめちゃかっこよかったわ。体長約10メートル13メートル、中世代白亜紀の末期、約6850万から6550万年前に北米大陸などに存在したとされる肉食性で、他の恐竜を襲って食べていたと考えられている。短い前足には2本の指があった恐竜の代表格で、その研究が続いていると。いやー楽しいね、新しい発見とかないかな。スピノサウルスの尻尾のね、新しい化石が発見され、あ、尻尾はこんな感じだった、水中で泳ぐように特化されてたんだみたいな感じの発見とかもあるし、やっぱどんどん変わっていくのが面白いよね。羽毛姿はちょっと嫌だけど、羽毛姿のティラノサウルスとかちょっとね、まああれはあれでまあ気に入った、かっこいいのもあるんだけど、やっぱティラノはこうだよね。あとゴジラ立ちのティラノも俺好きなんだよね。一昔前のさ、こんな感じでゴジラ立ちしてるティラノサウルス、ああいうのもかっこよくて好きなんだけど、やっぱ今はこうだよね。ティラノサウルスといえばこんな感じのフォルムになってしまったような、完全にな。ということで今回はガチャアクションシリーズのね、ザ・恐竜遥かなる時代編の開封レビュー動画でした。みんなもぜひゲットして、恐竜、いやこのシリーズマジ恐竜でかいから、フィギュア自体が超遊べる、稼働して遊べるから、ぜひねゲットしてみて、めっちゃかっこいいよ。特に今回のこのシリーズはアロサウルスが俺あの体ボディの色といいね、あの好きかな。今回ナンバーワンかな、アロサウルス。アロサウルス、ティラノ、ステゴ、ブラキオみたいな。まあまあでもブラキオはな、前足がちょっとな、納得いかないから。から恐竜の体の特徴をちゃんとね、作り込んでほしいよね。これが逆だったらいいんだけど、まあ明らかにこれ、こっちに、これつくと思うけど、こっちここにつかないから、まあこれが多分、まあ画像見てもこうだと思うんだけど、ちょっとね、そこがあれだよ、残念だったかなっていう。でも顔はかっこいいんだよね、もったいないよね、ほら。イケメンフェイス、ブラキオサウルス。今日最後はブラキオサウルスバイバイする。顔面イケメンだし、ブラキオサウルスバイバイだよ、ダディー。いやー、かっこよかったなー。次のシリーズも楽しい。このガチャアクションシリーズすごいの大きいなんだよね、俺。恐竜ガチャシリーズの中ですごい気に入ってて、次のやつも楽しみだ。スピノサウルス来てほしいね、スピノサウルス。どんな色になるかも楽しみだし、ティラノとかね、このシリーズ何回も来てるんだけど、毎回なんか色が、なんか違う、同じの着てもさ、色が違うからさ、集め替えがあっていいよね。今回来た、あ、来たかも。でも色違うんだろうな、みたいな。